ゼロはソースネクスト社が販売するセキュリティ対策ソフトのブランドおよびその製品群である。2018年10月現在、ゼロウイルスセキュリティ、ゼロスーパーセキュリティ、クラウドセキュリティゼロの3商品が存在する。このソフトウェア群の最大の特徴はライセンス体系である。なお、有効なライセンスがあれば、どの製品からも最新のプログラムを利用でき、 購入時期によらず性能は同一である。2006年以前は他社同様の1年間などの利用期限が存在し、その期間中利用できる製品として販売していた。00セキュリティゼロの商品名称で2006年から2016年まで販売していた。対応 OS のマイクロソフト社公式サポート期間中、利用期限がないライセンス体系。 ゼロレイレイセキュリティの商品名称で2016年4月から販売している。インストールしたパソコンが壊れるか、OS のスペック要件を満たされない限り、利用期限がないライセンス体系。ビットデフェンダー社のエンジンを使用した総合ウイルス対策ソフト。ビットデフェンダートータル、セキュリティと同じエンジンを使用している。 ゼロ製品群の中で最も性能重視の製品として扱われている。ゼロ製品群の中で中間に位置づけられる。マイクロワールドテクノロジー社の SK インターネットセキュリティスイートをベースにした製品である。ゼロ製品群の中で最も安価な製品と位置づけられている。K7 コンピューティング社のエンジンを使用し、UI 部分はソースネクストが設計している。 セキュリティソフトといえば1年に一度有料で更新するものというのが常識であり、ウイルスセキュリティも当初はそのような商品であった。2006年にサポートされる OS で使用する限り有効期限がない OS 対応型のウイルスセキュリティゼロを打ち出したことで、セキュリティソフトとしては後発ながら2006年のヒット商品番付で全頭6枚目に入ったり、2007年の 第13回リビング新聞、助かりました。対象一般、サービス部門で入賞するなど注目を集めた。2011年9月14日、ウイルスセキュリティ4マックを10月21日に発売すると発表した。しかし10月14日に発売延期を発表し、2012年3月30日に発売中止が発表された。その6年後の2018年4月、 ゼロウイルスセキュリティがマルチ OS 対応型として MacOS に対応した。2006年頃にはウイルス検出率が他の製品よりも劣ると指摘されていた。その後、ウイルスセキュリティと同エンジンを使用している K7 トータルセキュリティは第三者機関による性能テストにも参加するようになり、2007年以降はたびたび ウイルスブレティンのテストで100%検出した VB100 アワードを受賞したり、2015年以降は、たびたび AV テストのプロテクションの項目で満点を獲得したりしている。無エタイ向上編フラグ編。ありがとうございます。